フリーク代表の大城俊也と申します。よろしくお願いします。今日はエアタッチを説明していきます。で、僕のエアタッチっていうのは結構ね、サロンワークで使いやすいっていうのをすごいテーマでしています。で、エアタッチが難しいのって結構いろいろあると思うんですけれども、その中で皆さんが一番難しいなと思うのが、やり方は簡単なんですけれども時間がかかってしまうんですよね。はい。で、例えば5時間で作品を作れって言われたらもちろんですけれども、やっぱり一番ね、価値がある技術っていうのは、サロンワークでどういうふうに使えるかっていう感覚なので、それを、大体僕がやったら3時間半ぐらいでオイルブリッジ込みでやっていくやり方っていうのを今日はお見せしていきます。はい、まずはブロッキングがすごい大事です。簡単に言うと、鉢植えの動くところと鉢下の動かないところのグラデーションっていうのでブロッキングを取ります。はい。実際にじゃあブロッキングを取ってお見せしていきます。はい。ブロッキングを取っています。で、表面のところ一番動くので、先に大事なところからブロッキングを取っていきますね。はい。で、バックも同じように取っていって、こんな感じですね。はい。鉢植えと鉢下、はい、これをまとめちゃいましょう。で、ここから、下からブロッキングを取ってエアタッチを実際にやっていく工程をお見せしていきます。はい。まずブロッキング取ります。で、ボブなんで、ここってね、僕がカットの時に、レイヤー入れてここ、重さを取ってるんですけど、ここは動かないんですよね、髪の毛が。要は影の部分なんで、ボブショートのここに基本的にデザインというのは絶対入れないです。イコール薬をつけなくていいので、トリートメントをつけていきます。はい。で、ラップをして髪の毛がつかないように施術をしていく。はい。意外とね、ついちゃったりするので、はい、ざーっとこんな感じですね。はい。作業がしやすいようにどういうふうにこうプロセスを組むかで、やっぱりこういうね、一手間をかけてあげると後がすごい楽なんで、しっかりと表面ぐらいでいいですね。はい。ラップをいきましょうか。はい。はい。こんな感じでラップで止めちゃいます。はい。ここには当然薬がつけないし、ラップも剥がれないようにやっていくのが目的ですね。はい。はい。じゃあ早速入れていきます。まずはバックの一番下のところですね。コーミングをして、ここにエアタッチいくんですけど、要はグラデーションのラインをきれいにぼかすような感じで作っていきます。はい。だいたい 20% ぐらいですかね。で、落ちた髪の毛を、これはちょっとね、僕の特殊な考え方なんですけど、マジックカーラーですね。はい。これをぐーっと、はい、で、下ろします。で、ダッカールをしっかりと止めます。そうすると、これを全部ブロッキングしていくと、このパネルから出たところにブリーチワークを完璧に施せば、影を塗り分けているので、素早くコントロールできるんですよね。要はブリーチを始めてからこうブロッキングとかしてしまうと時間がかかってしまうので、この状態で全部を作ってあげて、用意どんで10分以内で塗る。そうすると、このブリーチのパネルだけをきれく染めたらデザインができるっていうのが僕のエアタッチのやり方です。はい。じゃあこれが最後のパネルですね。上の方になるとカーラーの幅が結構広くなってくるので、ここは根元からデザインを入れたいので、ダッカールで染めます。はい。ここはダッカールで止めてグッと。はい。で、これで上と下が分かれてるので、この状態で置いていく。はい。で、ここから、実際にブリーチをつけていくんですけど、影をもうすでに拾っているので、バックは332の3232なんで、このパネルだけに全集中したらいいんですよね。はい。で、表面は結構抜けていたり、出来があるのに対して、毛先はもう毛先まで、鉢下は毛先まで暗いんで、なので目で見ながらブリーチをコントロールをしていく。はい。で、クレイブリーチが絶対に必要かなと。はい。
やっていきます。